はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。また e スポーツか。前回の勝負で終わると思った？そんな気はしてたぜ。てことで今回はベースボール。今回も勝たせてもらうぜ。なんだまた練習あるの？さっさと本番行こうぜ。そうね。はい、試合開始。私の攻撃からね。早速投げていくー。ああ、いきなり。油断したな、霊夢。そんな急に投げるピッチャーどこにいるのよ。つべこべ言ってないで。ほら、次行くぜ。ああ、やってくれたわね。よし、もう2ストライク。まずいわね。これで決め。しまった。いただき。あぶね、ピッチャー前。マジか。まずはワンアウトだぜ。まだ試合は始まったばかり。ここから攻めていくわ。果たしてうまくいくかな。タイミングが遅いです。わざわざ読まなくていいわよ。あー、つい読んでしまった。次は当てるわよ。タイミングが少し早いです。ああ、さっきから何よこのアドバイス。素直に聞くしかないんでね。なんか気に入らないわね。で、三振。集中しろよ。まあいいわ。オスカーさんに頑張ってもらうから。誰だよ。ただのおっさんじゃねえか。そうよ、ただのおっさんよ。空振り。オスカー。はい、二球目。オスカー。さよなら、オスカー。こんなところでオスカーは終わらないわ。何？あ、アウトだな。何やってんのよオスカー。オスカーに罪はないだろ。まあ、今回は許してやるわ。お前は監督か。次は私の攻撃だな。あんたの実力見せてもらうわよ。華麗なバッティングを見せてやるぜ。っていきなりフォークかよ。どうしたの？打たないの？フォークは打てないだろ。それは初耳ね。おっと、それいただき。あ、何？今の取られたか。あぶね。よし、行くぞケンタロウ。誰よ、オスカーより優秀なおっさんだぜ。今オスカー関係ないでしょ。お前がさっきオスカー連呼してたから。もうオスカーは忘れましょ。もういいのかよ。あんたさっきから当たってないわよ。やべ、タイミングが。そんなあんたにはこれね。ああ、またフォークか。あんたフォーク苦手ね。そんなことはない。はい、三人目。え、もうアウト？そうよ、早く変わりなさい。マジかー。お互い一回の攻撃はグダグダね。最初は練習みたいなもんだしな。次から本気出すぜ。何その明日から本気出すみたいなフレーズ。決して言い訳してるわけではない。ファールか。なかなか慣れないな。よいしょ。ああ、これはどう？マジか。あぶね。さすがにヒットなしはまずいわ。そうだな。そろそろ見せますとも。おーおお、初ヒットね。うん、どこでエラーしてるんだよ。まあとりあえずヒットね。あのセンター心配なんだが、たまたまミスっただけよ。そうか、多分、おう。全部三振に持っていけば守備は関係ないぜ。おらー、これは来たでしょ。届くのか。よしゃー、このタイミングでホームラン取っていく。ここで2点はやばいぜ。さあ、ランナーが戻って。1点。2点。これ以上点を取られるわけにはいかないな。どこまでしのげるかしらね。三振にしてやるぜー。おっと、よし。よし、サクッとアウトにするぜー。これでどうだー。しまった、空振った。え、もうアウト。そうだぜ。すまんが連続ファールはカットしたぜ。あんた私の粘りをなんだと思ってるのよ。よく頑張ってると思うぜ。はい、ストライクー。おおお、おとなしくアウトになってもらうぜ。いやよ。よいしょ。これは取れる。わぁ、ははは。なんでこれがヒットになるんだ。お疲れ。次アウト取れば何の問題もないぜ。よし、次も打つわよ。ほい。ほい。マジかー。よし、交代だぜ。ここで逆転してやるぜ。ほいや。バシ。マジか。お疲れ。おらー、バシ。マジか。お疲れ。いい加減にしろー。これは言っただろう。バシ。お疲れ。私だけさっきからグダグダ。まだ3回が残ってるでしょ。そこでちょっとは頑張りなさい。まずはお前から3アウトを取ってからだな。追加点で差をつけてやるわ。はい、フォーク。ああ。はい、もう2人目。ちょっと早くね。サクサク行くぜー。おーおー。最後の1人がまさかお前になるとは。そうよ、オスカーよ。オスカーならこの状況をなんとかしてくれるわ。さっきそんな期待してなかっただろ。そんなことはないわ。そうでしょ、オスカー。バカげてるぜ。最後のは何だったんだ？オスカーの心の叫びかもね。まあ気を取り直して打っていく。わぁ？アウトよ。マジか。まだ攻撃は終わってない。さあ。
どうかしらね。これはホームランだろう。おーおーおー、どうして、爪が甘いのよ。まだ最後の一人が。おーおーおー。わし。これで終わりよ。これ私の負け。そういうことね。どうしたの？もう一回だけやろうぜ。私が二回もやるとでも？やってあげるんですけどね。たまには気が利くじゃねえか。たまには余計よ。二回目なんだしズダグダなプレイはやめてよね。いきなり打たれたー。初球でホームランか？まずい。届け。よし取ったー。はあ。あらツーベースヒットね。今完全に落ちる前に取ってたよな。壁に当たったからアウトにはならないのよ。それは初耳だぜ。おお、もうアウト？ヒットできなかったやつには即アウトになってもらうぜ。厳しい世界ね。なら打てばいいんでしょ。それ、この当たりなら十分アウト。わあ、なんでこういうとこでミスってんだよー。取るの遅いわね。おお、早速1点ね。間抜けなミスで点を失うのか。そうよ、次からはこんなミスしないようにね。おお、いや守ってるのは私じゃない。あっさりアウトだな。そうね、まだ攻撃は残っているわ。すまんな。ああ、またしても無慈悲カットか。打てない奴に用はないぜ。何も言うことないからでしょ。気にせず私の攻撃。この回から点を稼ぐしかないぜ。一点取られてるしね。狙うはホームラン。ああ、またフォーク。やっぱりフォークはダメなのね。完全に弱点だぜ。くそ。やっぱりあんたじゃ無理よ。私に本気を出させるのか。本気があるなら見せてほしいわね。ほらあ。おーおお。見せてやったぜ。ちょっと油断したわ。その油断が命取りだぜ。はい、ホームラン。まあいいわ。一点ぐらいならくれてやるわ。さっきの試合点取ってないからこれが初得点だぜ。あら、おめでとう。それ褒めてるのか？もちろんそうよ。よし、まあ次の打者。ボテ、軽い当たりね。これは厳しいか。ちょっと何してんの。よしゃあ、ヒットなるんかあ。まあこういうラッキーもたまにはあっていいもんだな。こうなったら。はい、フォーク。ボテ。まず一つ。おい、またフォークか。またフォーク。ああ、やめろー。またまたフォーク。おい、ちょっと待て。何よ、わざとだろ。何か、私わからないわ。なんてやつだ。あとの二人はサクッと流すわよ。もうアウト取られる前提だな。はい、オッケー。とどめはやっぱりフォークか。気のせいよ。おい。私の攻撃よ。早速だけどバイバイ。何？マジか。まあこの後レイムは2アウト満塁のチャンスを作ったが。急に何よ。惜しくも得点には至らなかったぜ。なんであんたが一言で収めてるのよ。一度言ってみたかったんだぜ。これはこれでダメージ入るわ。はい、私の攻撃だぜ。一人目はさよならね。マジか。サクッと投げるわよ。ボテ。ああ、また微妙な当たり。どうしてこれが通るのかやっぱりわからないわ。そんな時もあるぜ。次は初球で軽くアウトになったわ。はい、流された。正直アウトになるシーンはもう十分見たわ。そうだな。だから打つんだぜー。ああ。もうあんたにホームランは打てないと思っていたわ。勝手に思ってんじゃねえ。ここに来て場外かよ。いいとこ見せることができてよかったじゃない。このままアウトだけで終わったら悲しすぎだしな。まあ2点いただき。あんた結局フォークは打てないのよね。ああ。ここで点取らないと私の負けね。逃げ切って勝つぜ。そい。そのカーブ甘いわ。ああ。まずヒット。はい、次。よいしょ。そらあ、おお。何やってんだよ、センター。明らかにボールにしか突っ込んでないわよね。球の軌道を考える頭はなさそうだな。ああ、もうピンチじゃねえか。それ、よいしょ。ほんとよくミスるな。二人で取りに行ってるわね。本来ありえないぜ。はい、一点ゲット。そう。よし、次の打者。かし。霊夢の攻撃は見ましく。幕を閉じたんだぜ。わあ、試合終了だぜ。マジか。結局引き分けに終わるのね。今回はこれで終わってやるぜ。まだ勝負したいって？もう結構だぜ。ってことで今回はここまで。
ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。あんた最後までフォーク打てなかったわね。お前フォーク投げすぎなんだよ。キャプテンは克服するものでしょ。いやあれは明らかに悪意を感じたぞ。そんなことはないわ。